はい、こんにちは、くんです。ということで市民5、人狼2、占い1、狩人1、巫女1、黒猫1、番犬、佐々木教授1でやっていきます。私はスーザンです。やっていきます、サンドラ。はい、おはようございます。280の文化っていつまであるんだろうね。なんか永久に続くのかな、280文化って。なんかいらないような気もしなくもないけどな。あ、ソフィア？オッケー、ソフィア、ナイスナイス、初動破綻、ナイス。ニック対抗遅いね。あー、ニックアンナ人外露出かな。ニックアンナで人外露出。嘘、黒猫。あー、はあ、あ、でもナイスかも。あ、これナイスかも。多分人狼目線はソフィアが番犬に見えて、ニックがカバエに出てきた、ジェイがシンってルートだと思う。ジェイ把握。ソフィアはカム。オッケー。ニックアンナ人外ね。カミングアウトならニック釣り。あ、ニック、ジェイが飼い主なの？アンナは？なら別にグレー行ってもいいけど。うん、ニックがジェイついてるならジェイ噛めば、明日ソフィア・ジェイ2死体になった時点で、ニック・アンナ・ギ決まるから。あー、え、ソフィア、あー、もうニックもほぼ、ニックほぼギ決め打ちみたいなもんでいいな。決め打ちみたいなもんでいいでしょ。うん。で、カリエド、寄せてほしいな。カリエド、俺に寄せてほしいな。カリエドは、真と思う方を、思う、占いを守ってくださいね。あえて、誰と言わなくても、わかると思いますが。ここ番犬に白打てないから人外初日囲い十分ありだし、ここで。ソフィアでよくないか？え、ソフィア釣ったら、釣っても、良いけど、ジェイ、シン、決め打ちにするの？ソフィア釣る必要ないよ。釣る必要ないでしょ。ソフィア釣らせようとしてるのは、狼側ですよ。ジェイが、噛めば良いだけの話。まだグレー爪の方がマシ。普通にソフィア、ん？そういうこと言ったら普通にソフィア噛まないでしょ。何言ってんだ？別に行くべきだな、確かに。うん、番犬ソフィア無視の別釣りで。ニックはもう見苦しいぞ。
もう肉見苦しいぞお前。え、マリアさん決め打ちしたいんですか。え、ソフィア釣りとかマジで行ってる。釣りとかマジで行ってるの。意味ないでしょ。J のシーン、J のシーン確定する。ニックうん、グレイ行こう、グレイ行こう、グレイ行こうぜ。サンドラ以外か、グレイ、ニック、やべえな、ニック、ニックアンナ人外ね。もう全員目線占い、誰が進化分かったやろ。うん、マリアンヌも訳分かってねえな。うん、マリアも訳分かってなさすぎて。ん？くらえ、ザ・ワールド。俺にソフィア噛んでもらった方がええやろ。うん。ニックは、ジェイもソフィアも釣らない方が自分の真証明できるよね。なんでソフィア釣りとか言ってんの？もう嵐レベルだな。ん？サンドラ、だからジェイ、ソフィア、まあまあ別にいいんだけどね。噛み合わせしに来る。まあ普通にニック釣りでもいいけどな。まあ、番犬も、番犬決め打ちでも良いけど、ニックにシーン見てる人いなくね。サンドラの言う通り、あー、サンドラの言う通りかもな。ミコ、スカしたり、カリウド釣るよりは、ニック釣るべきじゃね。結局明日、ジェイ、ソフィアの、にしたいになるだけ。これ見てサンドラ？何言ってんだこいつ。うん、そうそう、噛み合わせで意味ないから、噛み合わせであんま意味ないから、ニック釣りで良い。ん？明日絶対にJ・ソフィアにしたいでしょ。J・ソフィアにしたいにならないケースってある？ニック・J・ソフィア温存したら J ・ソフィアにしたいになるよ。それでニックがシンとか言い出すけど、そこからロラでも良いけどね。分前メアリーが一番やばい。メアリーが一番考察やばい。ソフィア釣りとか言ってるし、やばいよね、メアリーさん。メアリーさん一番やばい。30秒前。うん、まあニック釣りで、ニック釣りで明日ソフィア J にしたいにならなければ
J 疑難だからそこで釣ればよくね。うん、ニック釣りで明日ジョス・ソフィア・ジェイに1社になれば釣ってよくね。あ、違う違う、ソフィアとどっかにしたいか。ソフィアプラスどっかにしたい。ごめん、言い間違えたけど、ソフィアで噛み合わせしても狼リあんまなさそう。ロディ釣れ。30秒前。まあいいけどね。確かにメアリー相当やばいな。まあジェシカソフィアにしたいでしょ。まあいらない気がするけどな、柱なんて。つかミコが使用するべきだった気がする、普通に。なんかメアリーあたり釣りたかったな。もう貫通でメアリー釣ればよかったかもしんないな。メアリーあたりをもう何も言わせずに、有無を言わせずに釣り殺すとかやってもよかったかもしんない。流れもう作れたらもうゴリ押しするわ。もうゴリ押しで勝てるわ。もうゴリ押そう。メアリーやばかったからな。メアリーの色見とくか。もう超絶ノイズだし人狼ではない。よかった、まあまあそれでいい。メアリーが人狼じゃないの分かればいい。狩人守んねえんすか。バカだな。狩人何しとんねんマジで。狩人バカタレでしょ。なんかジェイでも守ってグッチョブ起こそうとしたんだろうな。最高だな。最高ですね狩人さん。大先輩じゃん。これで勝てたのにな。これどうすんだろう。これあと一人の人狼どうするんだ。1、2。まあでも詰めてきゃいけるか。まあ詰めりゃいけるかな。詰めりゃいけそう。もうミコもカニウドも全部 CO しろっつって。でも市民5か。いやきついな。いや、きつ。いや、グッジョブ出そうと思ったんだろうな。ヒーローになりたかったんだろうな、カリウドさん。残念だけど、そんなに人生甘くないんだわ。ちょっと考察するか。マリアではなさそうな気がするな。ジェシカは、ジェシカそんなずれてるように感じなかったかな。ショーンは？ローラ。ゲイルが狼だったらかなりきつい。多分ここ最後まで釣れないと思う。多分ゲイルは、ゲイル最後まで釣れなくて、多分メアリーあたり釣っていくことになると思うんだよね。メアリー、ジェシカ、マリアンネあたりを釣るから、いや無理だ。いやロディさん無理だと思う。ロディ多分ゲイルが黒だったら負けると思う。メアリー、マリア、ジェシカあたりにいなかったら負け。うん、まあ無理だろうな。まあミコとか出てくれば楽だけど、もうフルオープン本当はすべきかな。フルオープンさせりゃ勝てるんじゃない。最もしかしたら 1,2,3,4,5 5個か。フルオープンじゃ勝てないな。フルオープンしたらワンチャン。あと2役あるから5か。いや無理かな。フルオープンでも勝てないかな。
昨日私守らずグッジョブ起こそうとして失敗するようなカリルだし多分無理。ミコがメアリーあたりから出てくれば勝てる。これ全員目線アンナすごく義っぽいっての分かってないのかな。多分アンナ釣らなさそう。アンナ釣らないのこれ。アンナ釣らないんだ。アンナの破綻が終える。何言ってんだ。え、もしかして占いアンナのシーンもあるって思ったのか。それはそんな可能性を追うか。ベグルの、いやベグなんて言葉ないんだよ。サンドラもベグったとかって言ってるけどね、ここ佐々木部屋だからベグるもなんもないんですよね。だから多分よく分かってないのか、言葉の意味が。アンナ行こう。あーローラお母さんか。あー違う違う違う、これそろそろね12時半だからお母さんからご飯って呼ばれる時間だから、多分突死が多分発生しまくる。多分そこで狼がお母さんからご飯呼ばれたらまあ勝てるかなって感じがする。ん？ニック黒猫ならあんな破綻する。え、てかそんなことするはずなくない。なんでそんなバカな可能性追ってるんだ。え、アンナが例えばソフィアに白出ししてで、そんな可能性追ってんの。え、何これやばくない？ソフィア。え、ってことは佐々木が人狼を切ったってこと。すごいことするね。あ、じゃあアンナ破綻じゃん。え、スーパーファンタスティックプレイしてない？アンナ。え、てかソフィアだな、スーパーファンタスティックは。これやばいよ。これ土曜日の昼だよ。これすごい。これ土曜日の昼要素半端なくね。え、じゃあソフィアは黒だったってことだよね。多分ソフィアは黒でアンナが白出ししてで破綻したってこと。え、なんかすげえ意味わかんなくね、それ。どういうライン切りしたのそれ。そのライン切りのつもりだったのか。そしたら黒猫まで出てきておかしなことになったってこと。これスーパーファンタスティックプレイだな、本当に。相当すごいよ。え、カリウド何してんの。カリウドご飯中か。え、え、ってかカリウド誰さっき。え、てかよくそこ噛むね、本当に。何してるのカリウドさん。誰が死んだっていうか、そもそも誰だ死んだの。ローラか。え、ショーンカリウドなの。ああ、ああホタレか。え、ってかソフィアもアンナもわけわかんなくね。つかソフィアが一番意味わからん。え、ソフィア一番わけわかんなくね。え、どうしたお前。お前どうしたの。何がしたかったの。いらない身内切りだったよな。これもう死んだ内訳全部わかるよね。ショーン・カリウドでしかないし、ソフィア・リア教なら負け。ワンチャンリア教説ないか。なんかリア教説ちょっと終えてきたような気がするぞ。アンナ、佐々木、ソフィア、ジノナル。なんであの人は破綻に出た。そこは納得ならない。ゲイル、それだ。お前、名探偵だ。いや、俺も意味がわからない。ゲイル、黒、透けた。いや、全員そう思わない？
30秒前。10秒前。別に今のおかしくないけどな。今の黒要素か、そんなに騒ぐほど。終わったりしてな。これ終わったらマジでウケる。マジでもう草って感じ。さす草だわ。え、でも謎だよね。一体何がどうなってるんだろう。誰も理解することができないジャッジメントが今始まろうとしている。アンナが狼にソフィア・サズキの方が考えられんでしょう。太鼓を噛んだ由来に出てる狼辛くするだけなんだから。何なんだろうね一体。え、これ理解できないな。え、でもこれ相当辛いよ。メアリーあたりが巫女じゃないと負けるかな。もうだってカリウド死んじゃったでしょ。まあそうするわな。確定しろだしな。あと2縄しかないんですけど。あと3縄あるか。いやいや、あと2縄しかねえわ。え、どうすんのこれ。勝てないよ。ショーンさん。誰守ったんすか一体。聞いてみるか。本人に今のお気持ち聞いてみようか。てか、ソフィア反逆の狂人なんじゃない？新しい新役職のもはや。ショーンさ。あ、ナイス！ナイスナイス。私、噛まれた日に、どこ守ってたの？カミングアウト。は？は？あー、サンドラは力を使えなかったってことか。形勢？土曜日土曜日形勢逆転って意味やな、サンドラ。私頭悪いから読めないの。ショーン先生どこ守ったんだろう。ノーコメントか。誰も守ってないよ。え、ショーン誰を守ってないとは。なんで誰も守ってないの。ショーンさん、言葉の通り、なぜ？なぜです？迷ってたら時間過ぎた。おめえよ、まずごめんとかそういうのはねえのかよ。マジでふざけやがって。延長希望、延長希望。で、ソフィアが、ソフィアは黒だったのか。で、アンナが佐々木と。これ結構危険だぞ。これどうするんだ。これあと2縄でなんとかなるか。これどうにもなんないよこれ多分。もうどうにもならんわ。もう無理無理、負けでしょこれ。もうあと運でしょ。5分の1の運ゲーするだけじゃね。まあ半分ぐらいの確率で勝てるんじゃねえか。もうこれゲール黒なら負け確定としてジェシカ・マリア釣るしかなくなってる。
ただこのメンツ、この SG しか残ってないようなメンツでゲイルするの相当厳しいと思う。だからこの強気な髪だよね、めちゃくちゃ番犬噛んでみたりとか、こういう強気な髪をバコバコできるってなると、ゲイルなのか、それとも何も考えていないマリアンヌなのか。ワンチャン番犬の意味分かってなかったかもしれない。終わったら狼チャット見てみ。ジェイがソフィア選んでなくても乗っ取りはできんやろ。どういうことや。ちょっとショーンに聞いてみるか。ショーン何歳？17。高校生？進路決まってる？ごめん、なんだ、高校生じゃないのか。サバ読んだ。あー12歳か。ドッジボールとかせんの。俺この部屋で一番年上だから敬語使えよ。ショーンすごい。アンナさんかっけー。アンナさんかっけー。でもこういう感じなんだろうな、キッズたちって。てか墓場の方がログ伸びてんだけど、墓場の方がログ伸びてる。墓場の方がログ伸びまくっててさ、なんかもう地上死んでるんだけど、もう時短でいいんじゃねえの。俺さ、将来 YouTuber とかなって楽して稼ぎたい。遊んでて稼げるとかマジ羨ましい。同じクラスのみんなで、YouTuber 始めようって話してる。ちゃんと稼いだ金貯める方が楽しいよ。そうなん、あんな。てめえ17歳のくせに何分かったくし聞いてんだ。俺15、16。そうなんじゃい。だって遊んでるだけっていつか飽きてくるよ。わかる。飽きないんじゃね。なんかYouTuber とか楽しそうやし。30秒前。純粋に楽して金儲けたい。編集とか大変よ。編集は俺やらん。爆笑。
シャムみたいになるからやめとけ。そうか、シャムみたいになるんだ。俺とバイトしないでずっとニート生活を送ってきた、飽きてきた。なら投資やろうぜ。す、残数。ニック。投資って何？そうなんや。墓場で墓場ジャッジメントおもろいな。一番おもろいんじゃない？最近ほとんど授業中寝てない。そして家で寝ちゃう。接客業はクソ。お金でお金動かすことや。ニック大人っぽくてすげえ。俺お小遣い月5000円やから株とか買えん。株でさ、ちゃんとこの株式会社の株が変換でパッと出てくるってなんかちょっと中学生高校生じゃない気がするけどな。で結局どうなったの？あー、マリアちゃんになったんだ。あ、そう、終わった。またまだあと1日俺ジャッジメントしなきゃいけないんですか？もうこれどうせ自主活りになるでしょ。これもうなんかもう目に見えてるわ。みんな可愛いな。これどうすんのこれ。どうしようもないよもうこれ。でもちょっと髪が的確すぎるかな、ジェシカにしては。ってことでローラがゲイルで提出。ジェシカにしては髪が的確すぎる。もうわけわからん髪が一個もない。ローラ、ラストウルフで、提出。髪型がジェシカにしては的確適切すぎるからゲイルかローラかな。うわ、ゲイルもローラも正直ロディ理論だとゲイルもローラも同じくらいと思う。ゲイルに聞きたいんだけど、初日メアリーツリーの希望したのはまあ分からなくもないが、ジェシカのどの辺が考察分からない点だったの？初日の考察はジェシカとは目線似てるかな。ジェイにソフィアかませようとしてるあたりは狼には見えないけど、その後のログが伸びてきてないね。黒位置が出てこないし、傍観位置は してる。俺はローラだと思うけどな。俺はローラ予想だわ。もうマジでどうでもいいもんな。もう市民5人の争いとかもうどうすんの。さてと、これは動画にするかな。ショーン YouTuber なん？です。なんて名前？めっちゃかっこいい。この試合動画化は草だわ。くんって言います。あ、知ってる。知ってるわ。知ってる。ショーン、すごいやつやったんだな。てか握手したことある？そうなの？そうなの？サンドラマジ？どうだった？どんな感じだった？いや、なんかちょっと悪口言われたらやだ、怖いな。イベント大変だったわ。ショーン、本当に本人なん？
あ、優しいって言われたよかった。ショーンすげえやん。そうなんやサンドラ。ご本人ご本人なんだけどな俺。多分人狼のイベントだろうね。よかった。イキリ、イキリおじさん出たー。ででー、イキリやつー。ででー。イキリ、イキリ FPS キッズやつー。いやーマジっすかー、マジかー、1分前イキリだなー、子さんアピ出たなー。マリア詳しいね、マリア詳しいねー。で、この地上はどう、もうなんかやる、地上は何やってんの。10秒前、墓から見てると結構わかるんだろうな。いや、なんもわかんないっす。ごめんなさい、何もわかんないっす。あの、一切わかんないっす、墓から見てても。何もわかりません、全然わかりませんよ。何もわからんわ。まあ、ジェシカになるんだろうな、多分。あ、ゲール釣るんだ。なんとかなるんじゃない。でもローラかもしんないな、さすがに。俺ジェシカはないと思うな、髪が適切すぎ。ゲールかローラだと思うわ。どうだろう、どっちだろうな。俺は50-50かな、ちょっと判断つかねえわ、そこまで。おお、よかったね、決めたね。ええやん。あー、ソフィアのログ見てみるか。助けて、マジ。あー、ごめん、俺やばい。オッケー、ごめん。ああ、なるほどね。あ、おかあんた。かわいそうにゲイル。かわいそうだな。無理だから黙っとけ。かわいそうに。おつ、じじ。